ビビソロ初登場から約2年すでに3度の表紙を飾りビビ国宝級イケメンランキングではナウ部門の連続首位を獲得し一躍イケメン界のスターダムに駆け上がった八木雄星ファンタスティックスのボーカルとして圧倒的パフォーマンスで見るものと聞くものを魅了したかと思えば俳優としても数々のメイン作品を話題にしてきた 持ち前の愛されるキャラクターでバラエティでも可愛さをふんだんに披露する。かっこいい、セクシー、可愛い、そんな言葉だけでは収まりきらない、くるくると変わる彼の魅力を20のキーワードで大解剖。イケメン20面相こと、ヤギ優勢をたっぷりとご堪能あれハートジャケット参考商品、ベスト参考商品パンツ参考商品、マット。1017アリクス 9SM。 キアス23100円。ネックレス314600円。左手中指のリング56100円。右手人差し指のリング45100円。ガルニ東京。ガルニ、ベルト99000円。シンゴクズの、ブレスレット5500円。ル。左手人差し指のリング15400円。ライオンハート。シアン PR オレットチェーン。 スタイリスト私物黒丸商品情報はビビ2024年10月号のものです。ビビ国宝級イケメンランキングナウ部門殿堂入り、改めておめでとうございます。ちなみに、ナウ部門2位には萩原俊久さん、アダルト部門1位が山田涼介さんです。すごい、この間久々に萩原、俊久と焼肉に行ったんですが、最後はカラオケまでフルコースで楽しみました。 ワンズさんやザードさんなどほぼアニソン縛りで、最後は玉木浩二さんでフィニッシュ。楽しかったな、次は、夏休みにはバーベキューをしに山に行きたいな。僕、鈴鹿広志とも仲が良くて、あの二人はサッカー好きだしテンションが合いそうなので今度は三人で遊びたいですね。両兄、山田さんの一位も、ものすごく嬉しいです。彼、とっても優しい人なんです。 会いたいねと言いつつもお互いに忙しくてなかなか会えない。でも、その忙しいスケジュールを知っているからこそ僕も頑張ろうって思います。この間もディズニーランドに行こうと計画していたんですけど、急に都合が悪くなって行けなくなってしまった。年内にリベンジします。